俺の名前は小峠カブト。アモー組の島に手を出したら死ぬ。日本の常識だ。ふざけ、お前殺す。射程宇佐美と共に仁義知らずのベトナム人を粛清する武闘派の極道だ。極道の仕事といえば荒事ばかりではなく、当たり前だが一般の経理もある。いいとよ、ここ計算間違えてんじゃん。仕事を舐めてんの？神様、この悪魔から私を救いたまえ。ダメ、玉を焼きたまえ。1000度の鉄球作ります。バズる。いいとよ、永瀬の兄貴は経理に厳しいんだよ。矢のつく自営業なんて言われるように、極道だって営利団体だ。組を運営する経費、それに森代や闇金などのしのぎの金。毎度のことだが、月末は本当にしんどいな。頭、射程たちが計算ミスばかりでメンタルに来てます。計算しなければならないことは山のようにある。武道派のうちは事務作業を嫌がる者が多い。というか絶対やらない。そのためきっちりした性格の頭と俺に大半の作業が降り注ぐ。なんとか踏ん張るぞ。姉さんはもっと大変だ。リモートで必死にやってくれてる。どんな仕事もやれば終わる、やらねば終わらないですね。経理トップの姉さんは関西系天王寺組との戦争中のため。姉さん気をつけて。高一こそ気をつけて。俺たちのお願いで柄を交わしている。リモートだと現場とコミュニケーション取れないから大変。そんな中でも必死に経理作業をやってくれているんだ。姉さんがやってんだ。泣きを入れては男が廃る。気合入れるぞ、カブト。わかりました。え？そう気合を入れ直していると携帯が鳴った。かけてきたのは島の巡回をしている新人射程の宇佐美。繰り返しになるが、俺たち阿毛組は関西系の天王寺組と全面戦争中だ。阿毛組を踏み台にして、ホップステップボブサップよ。あけぼのには勝てそうですね。その対応もあるため、集金などの簡単な仕事は新人2名に任せている。集金に来ました。ご苦労様。あら、新人の人。はい、宇佐美です。矢崎です。難しい仕事は一切渡してないはずだが、どうした宇佐美、なんかわからんことでも。小峠の兄貴、三丁目のクララが半グレどもの襲撃を食らってます。なんだと。すみません、俺じゃ抑えられないかもしれません。だがその内容はヤバいものだった。宇佐美は天王寺組のニラサワと戦闘になった時、大怪我を負っている。君どこ行くの？脇腹を打ち抜かれ、さらに4階から飛び降りやがったんだ。俺も死にかけたが、こいつと一緒になんとか生き延びた。宇佐美、血を流しすぎた。矛盾してるが、安全運転したら死ぬ。急げ。はい、20歳で死にたくないです。ある程度回復したので集金だけ任せていたのだが。行ってきます。状況はつかめないが考えている時間はね。頭、もう足は動くんで俺が行ってきます。おう、気をつけろよ。天王寺組との喧嘩で大怪我したが、ある程度は回復した。俺は事務所を飛び出した。ぶっちゃけ宇佐美は射程の中では気合が入ってる。並大抵の荒事なら泣き言は言わねえ。そんな奴が電話をかけてきたということは、全く叶わない相手か、手に負えない数が来ているってことだ。俺がキャバクラクララへ着いた時には全てが終わっていた。すいません兄貴、奴ら20人もいて店を守りきれませんでした。喋るな、傷に触る。クソが、ニラサワに打たれた傷も開いてやがる。店は荒らされて宇佐美や矢崎は重傷、下手人の姿もなかった。宇佐美たちは店が呼んでくれた救急車で病院へ搬送された。今回は大変申し訳ありませんでした。完全に奇襲だったし、数も数です。宇佐美くんが売り上げだけはと守ってくれました。店長はそう言ってくれたが、店に被害があっては用心棒として立つ瀬がない。事務所へ帰るとおやすさんからの招集がかかった。小峠、宇佐美と矢崎の怪我はどうだ。宇佐美は腹の傷が開き、肋骨を3本折る重傷です。矢崎は頭蓋骨にひびが入っており、予断を許さないと。クソが、入ったばかりの新人をこんな目に遭わせちまうとは。宇佐美の話では、矢崎は襲撃者から金属バットで頭を殴られたらしい。死ねよクソ日本人が。ぐおクソが、矢崎。病院へ運ぶのがあと少し遅れていたら命はなかったそうだ。犯人は東南アジア系だったと聞く。島を荒らしただけじゃなく、若い衆まで可愛がってくれるとはな。おやすさん、どういたしましょう。決まってんだろ、奴らを地獄の果てまで追い詰めて叩き潰せ。アモー組の決まり事でな、受けた暴力は1万倍返しなんだよ。その後俺はすぐに情報や五代に渡りをつけた。聞きたいことはクララを襲撃した奴らのことだな、小峠の旦那。相変わらず耳が早いな。それが飯の種だ。もう調べてきたよ。この件を起こしたのはベトチペという半グレグループだ。ボスの名はダン。聞いたことがない奴らだ。他県を根城にしているからな。他県の者が空流街に出てくるとは、勢力拡大が目的か。そう聞くと五代はうなずいた。
聞けばベトチペの構成員は日本人ではないらしい。せっかく日本に来たのに給料が低くてろくに稼げねえ。こうなったら日本人からぶんどるか。どうせ他人の国だ。奴らは出稼ぎなど一攫千金を狙って日本へやってきた東南アジアの人間だそうだ。しかし今の日本は昔のように外国人が容易に稼げる状況じゃない。やっはー、表だ、全部さらっていけ。一つだって残さねえぜ。仕送りどころか自分の生活にも困窮した奴らは徒党を組んで犯罪に手を染めることになった。奴らは貪欲な上に容赦がない。うほう、金目のものはもちろん田舎で農作物や家畜も盗む始末だ。話し飼いなんて盗んでくれって言ってるようなもんだ。日本は豚も女もうまいな。その根底にはヤバくなったら地獄に帰ればいいという安易な考えがあるからだ。情報屋が言うには、奴らは今の極道が安易に動けないのを理解しているらしい。先制攻撃から一気に潰すのは奴らの常套手段だ。分が悪くなれば殺にチクることもある。立ちの悪い害虫どもだ。仁義もクソもあったもんじゃねえ。アモー組を他の組織と一緒にするとは舐められたもんだ。報復するんだよね。気をつけなよ。奴らは本国からヤバい武器を仕入れたって噂もある。もちろん報復だ。奴らには自分たちが虎の尾を踏んだことを思い知らせ、地獄の底で後悔してもらう。得た情報を組へ持ち帰ると南雲の兄貴が同行してくれることになった。相手はベトナム人か。ちょうど青剤美人の画像を集めていたところだ。南雲の兄貴、ちゃんとしてくださいませ。うん。南雲の兄貴が一緒に来てくれるのなら百人力だ。出発しようとするともう一人思わぬ参戦者が現れた。小峠の兄貴、お願いです。俺も連れてってください。宇佐美、お前病院から抜け出したのか。それは入院しているはずの宇佐美だった。こいつとても動ける体じゃねえはずだ。気合はわかるが、そんな体で勝ち込みなんていけるわけがねえだろ。俺は腐ってもアモー組です。すげえ兄貴たちの下でやらせてもらって、あんなクソどもに芋引くなんてありえません。おお、喧嘩はまだ弱いくせにいい目をしやがる。いいじゃねえか。なんか昔の誰かさんを見てるみてえだぞ。モテるタイプの気合だ。わかった。ただ来るなら覚悟しろ。はい、お願いします。南雲の兄貴からの鶴の一声もあり、俺は宇佐美を連れて行くことにした。奴らのアジトは他県にある繁華街から一つ外れた雑居ビルだった。宇佐美、一つ教えてやる。女性が着る素敵なドレスはな、脱がされるために着てるんだ。え？あ、はい。脱がしたかったら生き残れって意味だ。俺が3階事務所のドアを蹴り破る。うらぁ！てめえら全員日本が墓場じゃ！女性が着る最も美しい服は愛する男の腕なんだよ。何言ったんだ？ポエマーだ！ポエマーヤクザが来たぞ！すると奴らが一斉にチャカを抜いた。バカめ、蜂の巣だ。全員がチャカを持ってやがる。こんな奴ら日本にいさせるわけにはいかん。だが南雲の兄貴は一気に加速する。空流界の仇を苦しめやがって。下道は自分自身の持つを首に巻けよ。似合うから。超ネクタイ、お前ついでに死ね。うわ、そのまま南雲の兄貴の狂気が爆発だ。狙いがめ、てめえら本当に徴兵行ったんかこら。はよ。そうして相手を蹴散らしていた俺は、マジかよ、ちょっとやべえな。奥から現れた奴の獲物を見てゾッとした。腐れヤクザどもが蜂の巣にしてやるぜ。なんとその手にあったのは軍が持つような機関銃だったのだ。宇佐美、柱の陰に隠れろ。うわー、マジモノの兵器から吐き出される弾丸は威力も連射性も化け物だった。宇佐美、絶対に顔出すな。情報屋の言っていたヤバい武器ってのはこいつのことかよ。こいつはヤバいと焦る俺たちとは裏腹に、南雲の兄貴は冷静だった。大丈夫だ、もうすぐ弾が尽きるから問題ねえ。乱射してるだけのバカだ、補充を考えてね。その瞬間だった。本当に銃弾の雨あられがピタリと止んだのだ。お前銃刀法違反だ、罰としてお腹を裂いてやる。よかもわ。兄貴は即座に機関銃の射手を打ち倒した。あんな機関銃の弾切れまで予測できるとは。1分で何百発も撃てるんだ。バカスカ撃ってたら一瞬なんだよ。死を目の前にしてすごすぎる。この人はどこまで視野が広く冷静なんだ。思わぬ難敵があったものの、俺たちは雑魚どもを全滅させた。てめえら、よくも俺の組織をぶち殺してやる。てめえが段か、アモー組を舐めたツケ払ってもらおうか。そして奥の部屋には盗木の段がいた。本来は俺がぶち殺してやるところだが、宇佐美、てめえはこのために来たんだろ。やってこい。はい、小峠の兄貴。
俺は宇佐美に粛清を振る。しかしその顔色はとても戦えるものじゃない。かなり激しく動いたからな。また傷が開いたか。さあどうすんだ。くそ、ダメだ。痛えし体が動かねえ。兄貴たちにやってもらう方が。そして宇佐美の顔に甘えが出た。小峠の兄貴、あの傷が。宇佐美、傷？鉄火場に来といて何ぬるいこと言ってんだ。舐めてんのか。先にぶち殺すとこの野郎。おお、小峠も随分成長したね。ちょっとモテそうだね。だが宇佐美はもともと射程にしてはメンタルが強い。わかりました。あのゲスをぶち殺します。俺の葉っぱを受けて狂気をはらんだ目を見せる。さっきから何をごちゃごちゃと。ぶち殺してやるから来いよ、おら。あられたまんまで引けるか。アモ組を舐めるんじゃねえ。大怪我してんのにいい気合いじゃねえか。だが傷が開いた宇佐美の動きは鈍かった。うらー、ダメな、漏れた。無情にも弾の強靭が先に宇佐美の頭上から降り注ぐ。だがそのナイフが宇佐美を切り裂くことはない。若いやつを死なせるわけねえだろうが、ボケが。俺の銃弾は寸分の狂いもなく弾の手首を貫通した。直後、宇佐美のドスが奴を捕らえた。日本を舐めるんじゃねえ。ねえ。そして工藤の兄貴に教わった通り斜め45度に突き上げた。けじめをつけて緊張を吐き出す宇佐美に南雲の兄貴はこう言った。こいつは死んで当然だった。宇佐美、一皮むけたんじゃねえか。ありがとうございます。自らの意志で人を殺す、それはとんでもない覚悟が必要なことだ。それを成し遂げたということは、宇佐美は極道として一つ階段を上がったのだろう。ご苦労だったな。病院へ帰るぞ。はい、ありがとう。ぐえ。おいおいおい、やべえな。結局死ぬんかい。猛ダッシュで闇医者に運びます。宇佐美は闇医者に担ぎ込まれ一命を取り留めた。調子はどうだ矢崎。暇で死にそうだ。そして生死の境をさまよっていた矢崎も無事に一命を取り留めることができた。この世界はいつも死と隣り合わせだが、若い奴らの成長は喜ばしいもんだ。宇佐美ってなんか昔のお前みたいな奴だな。いえいえ、俺なんかより全然優秀ですよ、あいつは。俺も兄貴たちのおかげで今がある。なら後輩に引き継いでやっても罰は当たらんだろう。本日の動画は以上です。ヒューマンバグ大学では闇をテーマに様々な物語を展開していきます。他の動画もぜひ。